頑張って書いているのに先生が書いている書と全然違う書になっちゃうと思われている方に朗報です今日の動画を見ればあなたの書と先生の書と何が違うのかに気が付けると思いますよ是非最後までごゆっくりご覧くださいそれではイントロスタートです ごきげんようドイコーシューです今日のテーマは不行法についてですうん不行不行知ってます不行っていう言葉漢字で書くとこうやって書くんですねそれぞれの文字についてまずは意味を確認していきましょうまず不という漢字には 伏せる、うつむくという意味があります。そして、行という字には、仰ぐ、見上げるという意味があります。わかりやすいように図にしてみると、このようになりますね。下を向いている人と、上を向いている人がいますね。つまり、不行というのは、下を向いたり、上を向いたりするということなんですね。 ではなぜ書道の書き方の話の中で下を向いたり上を向いたりするということが出てきたのでしょうこのようにしてはどうでしょうか実は不行とは筆を「こんにちは」というように倒したり空を見上げるように傾けたりすることなんですね。 それでは実際に大筆で不行本を書いてみたいと思います。書いているところを真横から取ったものと真上から取ったものをご用意しましたので、筆先の動きと筆感と筆を持つ手と腕がどのような傾きをしているのかに注目をしてご覧ください。スロー再生でお見せしますよ。 二つの動画を見て気がつかれたことはありましたかもう一度確認してみましょうね。それではまず、筆先の傾きを確認していきましょう。まず、これは風という字の1画目から2画目に移ろうとしているところです。従って、筆先の進行方向は、青い矢印の方向になるのですが、 赤い矢印で示した通り進行方向と同じ方向に筆管が倒れていますよね。それではもう一箇所確認してみましょう。こちらは風という字の二角目の跳ね上げの部分なのですが、これも先ほどと同じように青い矢印で示した進行方向と同じ向きに筆管が倒れていますよね。 次に書いているところを上から撮った写真で手の動きを確認していきましょう。これも今から書き進めようとしている右方向に筆管がかなり倒れているのがお分かりいただけるかと思います。筆を持っている手ですが、これについてはこのように比較してみると分かりやすいかと思います。 いかがでしょうか左側は直筆。右側が先ほどの不行法で描いている写真なのですが、筆を持つ手が左右でかなり違っていますよね。このように不行法は手のひらの内側がまるで自分から見えるような角度に開いているのが確認できますよね。これが典型的な不行法の筆法です。 これもとても大切なところなのでもう一箇所手の様子を確認してみましょうこの場面での手の動きはどうでしょうかここでも直筆と比較することによって違いを明らかにしていきましょういかがですか直筆と不行法では書いている時の筆管の角度とそれを持つ手の様子が違うことがわかります 特に今青い丸で示したところに空間ができることがポイントです。このようにご説明してきた不行法で作品を描いてみるとご覧のような種木で描いたような表現が可能になります。筆をまっすぐ持っていただけでは現れないような線が表現でき、性質の幅が広がるんですね。 かな書道に興味を持っている皆さん、お待たせしました。後半はいよいよ、かなの不行法です。えかなの書道にも不行法ってあるのと思われている方も多いと思いますが、実はかな書道にも不行法ってあるんですよ。それでは一緒に確認していきましょうね。それでは毎回恒例の クイズの時間です。次の丸一から丸三の個室のうち、不行法が用いられているものは一体どれでしょうか不行法が使われているのは、うん、これではちょっとわかりづらいですね。かなは実部が小さいので少し大きくしてみますよ。いかがでしょうかそれぞれをアップしていきますよ。 こちらの丸1は、高柳でれ第1種です。この個室は、とても有名なので、ご覧になったことがある方も多いと思いますし、臨床されたことがある方も多いと思います。次に、丸2は、デッチ和勘集です。こちらも人気のある個室ですよね。さあ、こちらに不行法はあるんでしょうかどうですか 最後に、丸三の次式子です。寸章はマス式子と並んで三式子といわれる有名な個室ですが、こちらはどうでしょう不行法はどれにあったんでしょうかさあ、不行法が用いられているものはどれでしょうなんだか 線の質が大幅に違う個室があったのではないでしょうかそう正解は、丸三の次式紙です合ってましたそれでは、丸三の次式紙を確認していきたいと思います。抑揚がしっかり現れているこちらの丸で囲ったのという字に注目してみましょう。 最初、とても細く入っていますよね。こちら、ぐるっと旋回するときに、ドドンと、急激に太くなっていますね。直筆のまま、筆を立てたままね、紙に押し付けるだけならば、急激にこんな風に太くなったりはしません。こちらに、不行法が使われていたんですね。これは、筆を進行方向に倒すことで、 急激に太くしたものですさて次のスライドをご覧ください。ここで丸1・公野切れ第1種に出てくるの丸2・デッチ和漢漏栄集に出てくるのそして先ほどの丸3・次色紙に出てくるのを比較してみましょう。 このように、のという字を比較して個質の特徴を分析することは、書道の研究の分野でよく使われる手法ですので、ぜひ覚えておいてくださいね。比較して明らかなように、次式紙ののに他の個質には見られない線のバカッとね、開く、開き方が見られますよね。これが不行法を用いた部分なんです。 それでは実際に今ご説明した次式紙の不行法を用いて書かれた部分、ほの、の、か、にと書かれている部分を臨書していきますよ。 それではまず、筆管の傾きを確認していきたいと思います。先ほどの動画の様々な場面をこのように4つ並べてみました。すると、それぞれ筆管の傾きがかなり違っているのがお分かりいただけるかと思います。この4枚の写真の中で最も不行法を聞かせて書いているところは、こちらの1枚になります。 今ちょうどのという字の急激にパカッとね太くなる部分を書いている場面なのですが矢印で示した進行方向に対して筆管が倒れていますよね直筆の場合と比較してみましょう比較してみると倒れている様子がよくわかるかと思います金の子筆ですので大筆に比べると あまり倒れていないように見えるかもしれませんが今まるで示した部分ですねここの筆管に書いてある名前とシールの位置の向きこちらが変わっていることからも筆管が傾いていることがお分かりいただけるかと思いますこのような小筆の不行法は特に作品作りに生かされてきます今、 私が書いた作品の中で種木で書かれている部分に不行法を使ってみたのですが特にかすれの部分や動きを出したい部分など不行法を使用しています小学校や中学校などの習字や書写の時間には先生から筆を立てて書きなさいというふうに繰り返し指導されてきたと思います 書道を学ぶ中では、筆を立てて書くということはもちろん大切なことなのですが、先ほどから見ていただいたように、書道では筆をいろいろな角度に傾けて書かないと書けない線というものもあるんですね。先生からいただいたお手本のような線がどうしても出ないと悩んでいる皆さん、もしかしたらそれは先生が 筆を傾けて書いた書かもしれませんよあまりにも筆をこ,うこにょ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 ねこねくり回してしまうのはよくありません筆をいろいろな角度に傾けることを怖がらずに挑戦してみてくださいねぜひ皆さんも今回の動画を参考にして不行法の実験をしてみましょうその時はぜひ 字を書こうとするのではなく、綺麗な線、力のこもった線、工夫のある線を見つけ出そうとする気持ちで取り組んでみてください。書道は線の探求です。どのように筆を動かしたらどんな線が出るのかを繰り返し追求していきましょうね。書道の先生、どい講習のチャンネルでは、 コロナ禍における ICT 教育とオンライン授業スキルの向上を支援しております。授業などでスライドや動画をご利用の際はぜひご一報ください。学びを止めない工夫を教育現場に一緒に頑張っていきましょうね。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。